サイエンタイワーズです。ムナです。今日はとても真剣な話です。私エゴサした。エゴサ、うん、そしたらどうなったんですか？なんかグーグルでサイエンタイワーズズ、サイエンタイワーマナ検索したら、一番上は整形がある。だから今日は整形の疑惑について語る。やっぱりこれはですね、昔の写真とともに振り返らなくちゃいけないと思います。確かに昔の時超ブスだったよ。本当ですか？本当です。私高校の時ね、ニックネームがあるじゃん。チンパンジーだったんですか？チンパンジーは私のニックネーム。なんでだろう？それは花が服だから。服？え、待って、今じゃ全然考えられない。え、でも今もうちょっと服だよ。こんなに服の花って整形はちょっとありえないでしょ。こうやって整形したらあの先生もう倒産するじゃない？私の写真を出してください。私？そう。じゃあ皆さん、今からマナの整形の疑惑について検証します。マナですね、あれやっぱりあの才能があるね。マナが整形したことありますか？そう。で、ちょっと見ますね。あ、ちょっと小学校の時ね、写真ですね。あら、なにこれ、めっちゃ可愛い。でしょ？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 あ、じゃあ自信がまだこの女。この女しかも細かった。本当に細くて可愛かったね。逆整形じゃないけど。あ、本当に可愛かったね。確かに可愛かったね。なんで可愛かったって言うんだ。同じじゃん、同じ顔。なんでそんなに可愛いの？同じ顔だけど、なんか違くない？何が違うんでしょう？あの、太ほっぺがね。そうなんだよね。ほっぺなかったんだよね。そう。中学校。中学校？と、高校の時、一番不細工の時期。ちょっと待って。中学校。中学校どこにいましたか？中学校もめちゃくちゃ可愛かったんだけど。中2は一番ファッションが全然うまくなかったし、変な服を着たし、あと変な髪の毛も取るし。中学校の写真こんな感じです。あ、同じだね。同じでしょ？そうだね。高校生もそういう感じ、そんな感じ。なるほど。私のエゴさんの方が整形についてのサイドの方が多い。それが可愛いからね。みんなこんな可愛いのは整形に違いないって思っちゃうの。可愛すぎて。そうなの？私のママってどうでもいいんだよ、マジで。ジジママみたいんだよ、みんな。実はね、これですね、私は矯正した、歯が矯正した。私昔はイノシシっぽい、ウサギとイノシシの組み合わせ。ウサギのあの、そういう歯出ちゃうもんね。歯出ちゃうでしょ、うん、で、私も 歯が出ちゃった。なんか大きすぎて、口がちっちゃいから、なんか歯が余計に大きく見える、うん、いつもなんかこういう感じ。うわぁ、そうだったんだ。そんな言われたら超みたい、ジジのウサギ姿なんて。で、ウサギはいい肉面だけど、みんなだいたいネズミとか。これは遊園地の写真です。矯正する前に余計になんか唇が出ちゃう。だから唇が大きく見える。あ、まるで辛いものを食べた。腫れちゃうもんね。そう、こちらのこれです。はい、じゃあ、え、めっちゃ可愛いじゃん。ちんちん、ちょっと目が悪い。え、もっと本当に可愛いよ。いや、目が悪い。天然の可愛さ、マジで可愛い。でもね、この時見て、なんか口の周り、うん、細かったけど、うん、でも口の周り見てください、うん、そういう感じじゃない？出ちゃった。めっちゃ可愛いよ。矯正した後、ここはぎっしり跡が出ちゃう。え、これが一番うるさい感じ。あ、違う。私は違う。可愛すぎてどうしようかと思った。可愛すぎて、めっちゃ可愛いよ。あの、ニックネームはチンパンジー。チンパンジー。え、待って、どんな格好にいたの、本当に。じゃあ、次の写真ですね。あ、これは中学校の時の写真。ショートカットになった。あんまり整理ができなかったから、毎日ゴワゴワだよ。で、隣は進化してる写真。で、左はあれだよ、左。え、これ？これ、ズズ？あ、そう、お、ほんとだ。可愛いけど、ボーイッシュだね。確かに。男っぽい。男っぽいね。この時ですね、なんか本当に田舎の子だから、毎日外出て遊んでたんだ。そう。もう、にゃんちゃだったんだね。そう、だから、肌の色が暗いよ。確かに、今と全然違うわ。そう。違うよ、ちょっと違うかな。確かに、ちょっと違うわ。目が。目も違うかも。急に右どうしたの？急に女の子っぽくなった。あ、これは高校になった。
香港乗ったらめっちゃ女子力が上がった。確かに高校は台北だもんね。そう、ここは台北。台北はあの東京みたいな感じがない。田舎の方から東京に行ったら一週間は綺麗になる、そういうなんか伝説あるじゃん。地図の一番不細工の時はその左の時。そうそう、地図不細工じゃないじゃん。後ろが可愛かったのに。いや、本当に可愛いよ。透明感ある。まずこの一種の地図も好きだな私。みんな絶対なんか気になるのはどれぐらい歯が大きいの。え、そう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 。これ歯がある。あー、歯が大きく見えちゃうんだ。顎がちっちゃいから。そうそうそう、ここが一番、うん、出ちゃってたんだ。こんなになった。何年ぐらいかかったの。2年くらい。2年くらいなんだ。だいたい11万くらい。11万件。歯以外はだいたい同じくらいだと思う。全く同じ。これぐらい。え、めっちゃ可愛いじゃん。高校の時はこういう感じ。でもあの本当に唇がでかく見えるから。あー、なるほどね。そう、一番じゃあ地図が不細工だなと思ってたの。中学生の頃。中学生これ。地図？うん、全然違う。違うね。最後。最後。最後ママに見せてあげよう。何？これですね。本当に不細工だよ。6年前のビデオがあります。え、超見たい。で、あの時ね、大学生の時ね、台湾はそういう番組がある、うん、大学生しか参加できない番組、うんうん、だから私大学生の時に一度参加しました、うん、まだ歯が調整してなかったから、うん、歯が超でかく見える、うん、いいですか。なるほど、うん、マジで不細工。嘘。この番組のテーマですね、毎回テーマが違うんですけど、この時のテーマですね、変な女の子。ズズが変な女の子だったの。そう、だから変顔とか番組で全部見せちゃう。なるほどね。待ってよ。え、めっちゃ可愛いんだけど。なんかお姉ちゃんっぽい。ちょっと確かに、なんかこの時、確かにこの時は私とお姉ちゃん超似てる、うん、だって私のお姉ちゃんもあの矯正してない。ちょっとなんか唇が大きく見えるでしょ。父の不細工のレベルが違かった。本当ですか。いや、本当だよ。本当ですか。ちょっと変顔は面白かった。これですね、本当になんか変な女の子だから。番組でさね、なんか台湾の番組は無茶ぶりだよね。まあ、みんなになんか一番不細工の動作とかパフォーマンスをやってくださいって、うん、でその時私はどうやどうするのって、あーまあいっかってなんか猿のダンスしました。めっちゃくちゃ不細工だよ皆さん。做之前他只到40度。これもう私は体が硬い、うん、で、まだちゃんはダンスしてるからなんか体は弱くないね、うん、で、私は硬いけど前屈は45、50センチぐらいですよ、うん、で、もし猿の動き、どの真似したら体が柔らかくなる、うん、で、そしたらもっと前に伸びます。うん、私もやらされたことある。これ面白い。これ面白いの。めっちゃ面白い。でも可愛さは変わってなかった。マジっすか。でも確かに磨かれてる。年々年々どん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 可愛いんだって。本気で思ってる。本気で思ってるよ。なるほど。だから皆さん Google に三円台湾ズズ整形、こういう噂は信じないでください。まあ確かに昔とは顔がみんな違うじゃん。だけど、うん、どん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 綺麗になってるってことですね。いやー、もっと綺麗になりたいね。うわー、どうなっちゃうの。眩しいよ、ズズ。待って、何これ。照明されたね。鼻も全部そうだし、目もそうだし。そうだよ、昔から今まで全部服だよ。そうだ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 。アンチアンチアンチだ。アンチはゴリラじゃないよ、アンチアンチ。そうだね、整形じゃないね、本物だね。そう、今回は、はい、整形の疑惑について、はい、もう皆さん解決しましたか。してます。
しましたしました。私のサイエンチームの鈴戸マナは整形したことはない。ありません。あるの？全くないです。全くないです。本当に天然ですか？ねえ、ちょっとちょっと、あー、確かに脂肪入れた。もうちょっと、もうちょっと必要かな。確かに脂肪だね、この弾力。本当にないよ。コリコリする。これはもしかして。なるほど。そう、もうちょっと綺麗になりたいけど、これ脂肪入れたら。じゃあ皆さん、ぜひ下温かいコメントしてくださいね。はい、私のゴリラの件についてあんまり話しないでください。そうだね、そう、黒歴史番組だよ、番組。というわけで今日の動画はおしまい。また次の動画でお会いしましょう。それじゃあバイバーイ。この動画が好きなら高評価して、私のフォローをしてください。それから私たちのみんな